はい、えー、今、緊急で動画回してるんですけれど、もうお気づきの方は、ね、いらっしゃると思うんですけれど、あの捨てハゲっていう YouTuber いるじゃないですか、陰キャラ系の YouTuber で、まあ、僕と仲いいんですけれど、いろいろよく、ね、絡んでやりとりとかしてるんですけど、その捨てハゲくんの動画、ちょっと前に上げた動画が、まあ、バンされたんですよね。まあ、その動画はですね、 僕に対するアンサー動画だったんですよなので最初は僕が先にちょっとあの彼に対してですねその動画を上げたわけですよ。でそれに対して彼が動画を上げてその彼の上げた動画の内容がちょっと過激で。 です、まあ、1回は上がってるんで,す、ね、で多分多分広告もついてたと思うんですよ僕ちょっとあの YouTube プレミアムに入ってるんで広告が出ないんで広告ついてるかどうかあのその時その動画僕見たんですけど分か,かんないんですけど多分、まあ、広告もついてたんじゃないかなと思うんですがひ、まあ、ょっとしたらついてないかも分かんないんだけどまあ一回は YouTube もその動画 OK で。 アップロードされたんですよそもそも動画をね撮ってアップロードする時に審査があるんですよ。でその時に過激な内容だったらもうその時点動画あのアップされないとか広告がつかないってかなるんですけど1回は上がってるんですよ。でまあ何日か経ってバンされたわけなので、まあ、おそらく通報されたことによってバンされたんですよね。でそのバンされた捨て上げの動画どういうものかっていうと。 まあその僕に対するちょっと激しめな挑発をする動画だったんです。タイトルが「ミキヤお前いっぺんしんどくか?」っていうタイトルなんですよね。で、まあ、僕の顔写真を貼ったアーニャあのなんていうかスパイファミリーのアーニャの人形に僕の顔写真貼ってなんかボコボコするっていういつものことをやってたわけなんですけど、まあ、その内容とかタイトルが過激なので通報されて。 であの通報されるとですね YouTube の運営がおそらく人人間間ががその動画を見て人間が判断すすると思うんですよで最初のアップロードする時の判断っていうのは大抵そのコンピューター、まあ、ロボットが判定してでロボットがちょっと危ないなおかしいなって思った場合に、まあ、人間がその時にアップロードの時もチェックするってこともあると思うんですけどあんまり詳しくは分かってないんですけど多分そんな感じだろうと思うんですけれどね。 うん、なので今回は通報によってバンされたわけなんですけどまあそもそも僕が先に出した動画っていうのはあの北斗の剣の剣士郎のモノマネをした動画だったんですよね。まあ、剣士郎の有名なセリフありますよねあの。敵に対して「お前はもう死んでいる」っていう有名なセリフ。まあそれはまあ普通にですね過去にもまあ ゴールデンタイムとかでも普通に放送されててで今だと。まあ北斗の県再放送とか地上波とかほとんどやってないのかな？ただ、youtube では北斗の県の動画いっぱい上がっててで、北斗の県の原画展っていうのがね。今度あって、それの pr イベント pr のために動画上げたんです。実はうん、北斗の県をみんなに知ってほしいと興味を持ってほしいと大原画展に行ってほしいっていう。 PR ででげたんですそそもそも PR したいんだけどそのセリフをどうやってつぶやこうかなとその原価点の YouTube の CM 見てくださいそれでもシロ郎が「お前はもう死んでいる」って「愛がゆえになんか来るべきだ」とかねそういうセリフなんですよねだからそのセリフ自体はもう日本国民の多分大多数がですねもう認識してる。 有名な漫画アニメのセリフなのでまあそのセリフ自体は OK なので,で今回の原画展でもそのセリフがですねメインで出てるんでまあどうしてもそのセリフを僕は言いたくてっていう流れの動画になってしまったんですよね。うん、でいろいろ考えた上の動画なんだけどなんか結果的になんか捨て上げに悪いことしちゃったなーって思ってるんですよね。 ちなみに僕は通報してないんですよ。おそらく通報したのは僕の視聴者の方なのかもわからない。あるいは全然関係ない人とか、あるいは捨てはげアンチの人が、あこれ通報できるわ、これバンできるわって思って、えー、通報したのかもわからない。なので、1人や2人の通報じゃなくて、おそらく複数人の通報だと思うんですよ。1人、2人の通報でもバンされるってことあるかもわからないんだけれど、あんまりにも攻撃的だったらね。 1回は上がってるわけだから、多分かなり複数人の通報があったんじゃないかなって思うんですよね。僕は一切通報してないです。僕はもうずっと捨てハゲの味方だし応援してるし、あのついさっきもねスーパーサンクスを送ってきましたんで、はい、分かってほしいんですけど、まあ僕と捨てハゲのやりとりって本当にこのプロレスなんですよね。ほぼプロレスで、まあ、ギャグまあ半分やらせでやってて。 半分お互い了承の上でやってるんですよね。本当に嫌いな人間だったら相手にしないんですよ。僕も捨て上げも。一応こう長い間やり取りしてるんで、まあ、暗黙の了解のもとにやってるんだけど、時々視聴者の方でも、本当に捨て上げが僕に対して攻撃してるとか嫌がらせして,してるとかですね。 思っっちゃう人っているんですよまあおそらく 100, 100人中1人か2人ぐらいだと思うんですけどほとんどの人はプロレスでやらせてギャグだって分かってると思うんですけど、まあ、そういう真面目な方が本気に取ってしまって通報したっていう可能性はありますよね。で、まあ、僕前にもこういう話をね捨て上げにも話したんですよあの。僕に対してかなり攻撃的な動画を上げててその時もその「アーニャ僕はこのテッドに捨て上げの。 写真貼ってねで僕は可愛がってて絶対これを殴ったり蹴ったりとかあ,あの卑猥なこととかしないんだけどかなりあの捨て上げはね僕の顔写真の貼った動画で卑猥なこととかやっててこれまずいだろうってその時僕忠告したんですよだけどあのまたやっちゃったんですよねちょっと暴力的なことなのであれはバンされてしょうがないんだよ前にもね捨て上げじゃないんだけど 何だったかな格闘家の写真、顔写真をサンドバッグに貼って、ボコボコに殴ってその顔を破るっていうね、動画上げてて、それが結構問題になってたんで、それやっちゃいけないことなんだよ。うん。な、なのでね、まあ、あの時に捨て上げに忠告して、学習してほしかったんだけど、やっちゃったんだよね。だけど、まあ、まあ、捨て上げだからしょうがないかなって思います。で、あの、この動画見てる人にですね、ぜひお願いがあるんですけど、 あのとりあえず捨て上げをその通報しないであげてほしいんですよしばらくは特にしばらくは特に90日以内はあのね90日以内に3回警告を食らうと 赤既に捨て上げ1回警告食らってしまってるんで90日以内にねあと2回警告食らうと本当に赤番になっちゃうだから捨て上げのチャンネルが赤番になると過去の名作動画が全て見られなくなっちゃうんですよ。その粉雪とかあと食堂でそば1人で食べるとかスイカわりとか花火とか水浴びとか雨とかですねみんなが大好きなあの動画もう二度と見れないんですよ。みんんなな多分、あのー、なんか、 辛いことがあったとき落ち込んだとき元気が欲しいときにあの動画見て大笑いしてあの動画でね笑うには本当に知性いらないんでねで元気もらってると思うんですけどもう赤羽になっちゃうとあの動画全部消されちゃうんですよで捨てハげの収入源もなくなっちゃうんでさすがにそれかわいそうだし僕も辛いんであの絶対に捨てハげの動画を通報しないでほしいですはいあの 大でんだろう捨て上げって本当に昔であの再生回数が回ってて何ですか毎回毎回バズってた時雨とか花火とかやってた時って大抵一人で誰にも迷惑かけないで規制上げてね大はしゃぎしてるっていう動画あれが結構回ってたんですよね。だけど最近ちょっと 攻撃するまあユーチューバーだからしょうがないっていうのもあると思うんですけど攻撃性が高くくなななってるから、うん、くないか,もから良いいもだからやっぱり捨て上げ昔みたいに一人でまあ、できれば屋外で誰にも迷惑かけないで大はしゃぎして知性のいらない笑いを提供するっていうのがやっぱりいいんじゃないかなってね思いました。 ということであの、捨て上げのことは僕、これからもずっと応援してますんで、えー、今後ともよろしくお願いします。はい、えー、失礼しました。